詰将棋とか他はまあネット対局とかやっぱりそういう感じになりますかね。そうですね、詰将棋が一番やったんじゃないかなっていう将棋の勉強の中でぐらい、はい、詰将棋が好きでやってました。あ、いろいろやったんですけど、まあ将棋世界の詰将棋サロンとかも解きましたし、あと昔の近代将棋の詰将棋を解いたりとか、まあ、あとは作品集ですかね、若島さんの作品集を解いたりしてました。あ、そうですね、はい、結構解いてました。いや、ちょっと詰将棋はどのくらい意味があるのか自分でも分かってなくて、いや、精神修行に近いようなものがあるんじゃないかなと。そうですね、そんな都合よく詰将棋でやった形が実践に出てくるわけじゃないので、いや、なんかあまり関係ないんじゃないかなと思いますけど、ただもう好きでやってる、なんか趣味に近い感じですね、詰将棋は。まあ、短い詰将棋をたくさん解くっていうのは結構意味あることだと思うんですけど、長い詰将棋はあまり将棋を強くなる上ではあまり関係ないんじゃないかなと思うので、そういうのはあまりおすすめしないですね。そういう長い詰将棋とかよりは必至問題とかをたくさん解くことの方が実用的なんじゃないかなと思います。いや、さすがに量は減ったとは思いますけど、まあ好きなことなので詰将棋とかって、まあなので結構やってますね。そうですね、今でも、はい、かなりいっている方だと思います。そうですね、はい、特に何か将棋指そうとか約束していくとかいう感じではなく、気分でというかパッといって、はい、コロナ禍の時は相当人減ってましたね、うん、記録とかのなんか仕事も禁止されてた時があったので、その時はまあ家で一人で結構何をやればいいのか辛かったですね。まあそうですね、いやでもやっぱり詰将棋、そうなるとやっぱり家で詰将棋とかが多くて、人と将棋を指すことはあまりなかったですかね。まあただ大橋さんに声かけていただいて、ネットで将棋やりましょうっていう感じになったので、それだけは結構毎月やってました。そうですね、多い時は月2回とかなんで、うん、かなりそれで1日にネットで4局結構珍しいと思うんですよね、 VS で4局やるって、みっちり、はい、それを月に2回とかやっていたので、かなり、はい、将棋指してましたね。あ、30分60秒でした。まあ、もうちょっと昼に休憩を1時間ぐらい挟んで、はい、で、まあ、電話で感想戦してみたいな感じでやってました。そうですね、特に接点があったとかいうわけではなかったので、まあ嬉しかったのもありますし、まあ正直びっくりしましたね。そうですね、そういう感じですね。まあそうですね、させるなら、はい、まあありがたいことですよね。今はちょっと、まあ、公式戦で当たったりとか、まあ、やっぱりそのコロナ禍だったんでネットでやってたんですけど、僕は結構
今は対面で将棋指したいタイプで、まあ、大橋さんは変わらずネットでやりたいみたいな、移動時間が省けるのが大きいんですかね。なんでそれちょっと今はあまりできてないですね。僕は結構でも相手の雰囲気を見たりとか表情を見たりとかを、そういうので、まあ、局面を判断するっていうほどではないですけど、そういうのは結構あるので、ネットだとそれがまあないんで、できれば対面でやりたいなっていうふうに思ってます。公式戦ですか？で僕そもそも将棋を指すことがそんなに好きじゃなくて、その人と将棋を指すことがあまり好きじゃないタイプなので、多いって言っても他のその服部くんとかそういう人たちに比べたら相当少ないと思いますね。いや、人の将棋を見るのが好きで、自分で指すのがあんまり好きじゃないんですよね。だからこう誰かと、まあ、将棋指そうみたいな約束して棋士室行くっていうよりもフラッと行って、まあ、人が将棋指してるってたらそれを見て楽しむというか、見て学ぶみたいなことが多くて、いやでもずっとそんな感じなんですよね。前から変わってると自分でも思います。そうですね。やっぱり指してると、まあ、持ち時間の関係とかもあって、こう自分が納得いくまで考えられない、まあ、絶対指さないといけないじゃないですか。だから秒に追われて指すっていうのも、まあ、もちろんありますけど、持ち時間差つけられたらやっぱり公式戦でも、まあ、何でもそうですけど練習でもやっぱ厳しくなるので、どっかである程度まあ折り合いつけて、まあ、指さないといけないんですけど、それがあんまり僕は好きじゃないのかなというふうには思います。そう、はい、そういうタイプです。そうですね、それは、はい、あると思います。僕が多分将棋指すのがあまり好きじゃないのは、結構仲いい人は知られてると思います。声かけられたらもちろん、はい、指しますね。あ、はい、それは棋譜並べとかが、まあ、多いですけど、まあ、それもやっぱり自分のペースで考えて、まあ観戦記のその将棋以外のことを、まあ、読むのも結構好きなんで、はい、楽しんでますね、そういうのを見て。いや、さすがにマイナスになるとは思ってますけど。でもちょっと性格なので変えるのもなかなか難しいなとは思ってますね。実を言うと今研究会もベースもゼロなので。そうなんですよね。そうですね、あまり声かけ、まあ、かけてこなかったんですけど、まあ、そしたら声かけられることも なくなりました。あ、まあ、たまにその代打を、まあ、お願いされたりすることはあるので、まあ、その時はあの喜んで引き受けてやりますけど、定期的なものはないですね。そうですね。山崎先生からもちょっとそういう感じのことを言われましたね。あまりやらないタイプだからみたいな。まあ冗談かもしれないですけど、うん、なんかちょっと声かけづらいみたいな。どうなんでしょうね。いや、仲いい、まあ、徳田くんとかまあなかなかいいんですけど、なんでそれで将棋勝てるのかわからないみたいなことを言われた。
ことはありましたね。いや、羨ましいですね、それが。中終盤ですかね。まあ自分の将棋がその序盤からリードを奪いに行くような積極的なタイプではないので、まあなんとか序盤は互角で乗り切って、まあそこから中終盤でまあ勝負できたらなっていう。まあそこから負けたら、まあもうそれはもう実力なので、序盤から悪くなって、っていう感じになるともうどうしようもないじゃないですか。なので、まあ、序盤はまあなんとか合格で乗り切って中終盤勝負っていうのが自分のタイプですかね。そうですね、昔から終盤とかがまあ好きというか、まあ得意でしたね。まあ定石の本はほとんど読んでこなかったですね。うん、なので多分序盤はめちゃくちゃだったと思います。まあそうですね、うん、まあ人の将棋を見て見よう見まねで真似してみるみたいな感じが多かったですね。まあ、少しは改善されたとは思いますけど、まあ、ただやっぱり他の人と比べるとまだ全然序盤知らない方だと思います。あ、まあそうですね、序盤は、うん、あまり勉強、まあ、してないっていうか緩い方だと思います。そうですね、力勝負みたいなのが好きだったですね。はい、今はあまり変わらないです。そうですね、好きじゃない、はい、なのであまりやってないみたいな。だから詰将棋とか、まあ、その観戦記読んで棋譜並べとかも好きだからやってるんですよね。まあこれから、まあ、強くなる上でまあ、好きじゃない、そういうこともまあやっていかないといけないのかもしれないですけど、まあ、今は結構そういう自分のスタイルを貫いて、まあ、まずまず結果は出せてるので、もうちょっとこのままでいってみようかなっていう。